皆さんこんにちは、月刊エスパー小林12月号ということなんですけれども、はい、12月号ということもあっという間に1年過ぎたということですね、はい、今月は先月に引き続いて世田谷区を回ったんですけれども、はい、今回ちょっと先生がまず地図上で出した時にびっくりしたんですけれども、うん、病院出してましたね。めったないだから病院はもともとの土地がいいところだったと思う。やっぱ世田谷ってそれだけ土地がいいってことなんですね、はい、土地いいし、逆にそのもともと持ってるその地主とかそういう人の子供がやってるのかもしれない。ああ、なるほど。それは分からない、うんうんうん、たまにだから23区のパワーストで俺出して失敗したってとこ長所があるもん。そこをちょっと今あ、ここは失敗したなって、いや自分で出してあここ良すぎたわってあるもん。ただ言わないけどね失敗したなと。そこは知りたいですね。まあまあどこかな。でも本当にまあいくつかまとめて回るのが先生いいって言ってるので、まとめて回る、そうまとめて回る。だから、いろんな人がなんか好き見ていろんなとこ回ったって言ったし、うん、だからまあそれは俺悪いと思わない。だからまあ普通の人だったら1箇所回ったら2箇所行くなみたいなこと言う人多いけど、うんうん、僕は全然それはもう一日に弾丸じゃないけど、うん、バーって何箇所もはしごした方が絶対効果あるんだよね、うん、もうそれは体験で、うんうん、僕あんま病院って言わないじゃないですか。多分ここもさ、世田谷なんでなんか武家屋敷みたいなあんま感じないんですよ。で多分お金持ちの往生屋さんがいたような場所だと思うし、すごくこの辺の畑は良かったと思います。だから一番幕末の英雄を育てた場所ですから、かなり良いとは思います、うん、あこっちいいわ、うん、こっちめちゃくちゃいい、はい、まあすごい人いっぱい出てますね。すごいですね。総理大臣、総理大臣、総理大臣、総理大臣。こっちの僕は強いと思います。はい。ちょっとこっちは本殿ちょっと弱いんで。はい。あ、OK。こういうの結構大穴なんですよ。ああ。ちょっとこれごめん。そうなんだね。それで感じるんだ。これマンザーでもないですね、やっぱり、ね、めちゃめちゃいい感じです。めちゃくちゃいい感じですね。この辺って世田谷線なんで自然がかなり残ってるんですよ。東京ちょっと若干不便な地域なんで、うん、だからこの辺はエネルギーがすごく穴も掘ってないから残ってます、うん、ここは私がパワースポー居酒屋と言ってる一つがあんまり出さないんですけど、というちょうど今回世田谷区回ってんでついでと言ってなんですけど回りました。で僕の知り合いって言っていいですか、はい、そうするとサービスがこうなりますから。ぜひ。